できるだけ早く。で、慌てなくていいから、また行けばいい。そうなったら、はい、引っかかると絡まるから、引っかからないようにまっすぐ真ん中に足を踏み替えて、はい、行こうか。トマスで一つ温泉でもこんなもん早いよ。できるだけ入る。見ながらやる。順位ややりながらやるじゃん。オッケー見えて見えて見えて。いいスピードだな。オッケーオッケー、いいよ。こういう発動使ったこのザザラさとか、みんなやったことないですか。じゃあさ、今の2歩ずつで走ってったよね。これは実際どこに使うんですか。どういう。あれだ、これって、あ、掴んで回してる感じ。そんなに走る動きにつなげてるんだよ。走る時のスピードを速くしたいんです。走るときってどうか。こうやって走るんだ、ね、このスピード上げたいわけということは、この動きをしたままスピード上げてる。今何人かいたの。真似するよ。こういう動きじゃない。だったらこの動きで、まずそこは大事です。サッカーするときにさ、下見ないじゃない。走るときに足だけで走んない。だから走りのスピードを上げようと思ったら、走りの動きでスピードを上げる。で、人間の体は速く動かすと速くなる。ただし実際の走りの動きにつながらないと、走りのスピードは上がらない。となるとどうなってくるかというと、動きはこうなってくる。このままスピードを上げる。ちょっと一回やってみる。走りにつながるように、足だけじゃないの。走るときに腕もこうやってくるみたいに。だったらこの動きでスピード上げる。そうちょっとやってみる。そうちょっと一回やってみる。あ、いいよ、二歩ずつ。そう。あ、いいじゃん。あ、いいよ。で、サッカーの時下見ないよな。顔上げるよな。色のとこ見たの。顔上げながら、これに引っかかんないように、真ん中。そう。これで初めて走りが進んだから。そう。慌てなくて。走り回ってるの。実際の動きだった。ちょっと待って。早く動く。あのね。これで行ったよ。これでこの実際の走りにつながる動きでスピードを上げたいんだけど、もう早く動かそうとすると、この動きがちっちゃくなる。でもそうすると走りのスピードアップにつながらないから、このままです。このままでスピード上げる。小さくなる。そしてもう一つ。これね、すごく大事なことなんですね。全力で動かそう。早く動かそうとなると、力まない。体に力が入らない。その力みがスピードを落とす。一生懸命全力でやろうとすると硬くなる。だから結ぶとこういうの、ね、一生懸命速く動かそう。でもこの力みがスピードを落とすし、疲れるでしょ。無駄な力を使うし、でもサッカーの中では速く動いて
んだん入れる力を上げていくと 10%、20% どんどんスピードが速くなります。 70%、80%、90%、100%、 ここが一番速い、一番速く動かせるということは、ここの速く動かせる感覚を掴んでほしい。ここじゃないわ、全力で。ここじゃない、こんな無駄な力使うスピード落ちる何もいいことないから、自分で段階を繰り返す中でここの辺のフィーリングを、感覚を使う。で、さっきの動きでこの8割9割だから、これを動かすときに、あの、例えば2歩ずつ走りのスピード上げたいときに、そうならない。やる前にちょっとリラックスして、リラックスして力まないで、はい、全然息もないので、そうです、息もあろうと。で、実際に考えるわけです。で、これ無駄な力、スピードも落ちる。そこだけちょっと、あの、気をつけながら実際の走りにつなげるよ。だから動きは大きいよ。だからスピードを上げるために力まないよ、うまく力抜くよ。これ気をつけて2歩ずつもう一回行くよ、うん、さーっと。で、やって、慌ててどんどんやんなくていいから、ここのスピード上げてください。あとはもう、ゆっくりする。ゆっくり歩いてください。はい、行こう。はい、行こう。そのか、どこが自分の中で、あ、この動き速いなって感じられるから。うん、で、力まないで、力まない。うん。ちょっと何回かやる中で掴んでみようか。力入れすぎるとスピード落ちるし、うん、いいね、いいね。抜きすぎるとまた遅くなる。ああ、で、動きは大きいままよ。で、引っかかんないように、ああ、いいね、いいね、いいね。力みないよ、力みないよ、リラックスするよ。ああ、綺麗です、綺麗です。腕走るときと同じ、走るときと一緒、そうそうそう、うん、足だけにならないよ、足だけにならないよ。OK、そのね、感覚で2歩ずつやった後、ちょっとスーッと走ってくる。今のフィールド、力まない、パパパパパパッと走り抜けてくる。この辺まで、この辺まで2歩ずつやった後にスーッと走ってくる。同じような感覚、ちょっとやってみようか。いいよいいよ。はい、行こう。同じ同じ。二歩ずつで行って、そのフィーリングでトトトトトト。そうそうそう。ね、力まないよ。ああ、ああ、力まないよ、力まないよ。パワーゲーム。そう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 。ああ。ああ。そう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 。そういう感じ、そういう感じ。それで、さっき言ったこの8割、9割の一番速く動けるなっていう感じのところを掴んでくれてるから、あと3回行こう。ちょっとピンと、このフィーリングのまま、このフィーリングのまま、ちょっと走ってみよう。はい、よ、力まないよ。はあはあはあ、そう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 。それでやっと走りの動きのスピードアップにつながってくる。下はあんまり見ないよ。サッカーとかあんまり下見ないよ。肩にも力入んないよ。あと2回行こう、あと2回行こう。ああ。ああ。ああ、ああ、ああ。そう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 。大きくよ、大きく動かすよ。手もつけるよ。で、そのまま走るよ。そう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 。それでつなげてくる。そう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 。やっぱ足速いやつだ。肩に力入れるな。力むな。はい、ラスト1回行こう、ラスト1回行こう。ああ。そうそう、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。実際の足につなげるね。で、スーッとトト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 これ、ひねりすぎると、膝がくっつかないと思う。膝がこう、一回、曲がっちゃう。じゃあ、今度、さっきの、後ろから前なんですよ。
下がってて、はい、前出ろ。このターンから同じように前出ろ、はい、ひねる、下がってて、はい、前出ろ、はい、ちょっとその場でやって、後ろに下がって、あ、そう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 、そう開きで、そうそうそう、これ分かるか、違う、分かる、何回かやろう、何回かやろう、下がる、はい、出る、はい、キュッと出る、そう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 、この違い分かるか、例えばサッカーで、はい、これはディフェンダーね、で、フォア、アタッカーな、あの、まあ、向こうに攻めてるんだけど、そこにボールがあると、で、マークしてる、マークしてる、で、動いてる、で、スッパッと向こうに動いてる、で、こう動くのか、もうこれでこんだけ離れちゃうね、いいよ、準備してて、マークが行ったと思ったら、はい、行ってこの3になるの、うん、この動きの違いがあの3になる、逆に、はい、マークついてて、俺のマークついてて、ついてるね、うん、でこれがこういう出方するのか、準備しててこの3、これで前向ける、でそれをスピードアップするためにこいつを使うの、今のね、この動きあるでしょ、この膝が向こうに行かないです、これを使って近くで見るから、近くで見る、今の動きのスピード上げてくる、最初この2つだけで、この2つだけで、この動きね、この動きね、これをスピード上げて、このスピードが上がってくると自然とゲームの中でパッと下がる、これ後でやるけど、次やるけど、後ろも同じね、こういう動きをしたらね、下がってって、こうしたいだったら、ここでスピードを上げて、もっと実際のゲームの中でもパッと体が動く、今並んでるから4回だけで、1人4回この場所で、いつもの試合の時と同じ足の構えでバン、バン、サン、シッ、そしたら後ろからやってみよう、はい、変に慌てることはないぞ、はい、2人ずつ、2人ずつに残してないよ、ちょっとやってみよう、どうだ、時間をかけられてるぞ、もったいないぞ、どこに繋げたいか思い出すよ、今は前見てて後ろに下がりたい時の足の下がり、ショーの回答です、ショーの回答です、こっちの足をこうやって同じ風に左足から行く、こうこうじゃない、そう、やるよ、これを出して戻す、はい、はい、はい、そう、うん、いいじゃ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 ん、これも一緒、パパって一緒、顔上げるよ、いつもいろんなところ見てる、おー、いいね、いいね、おー、はい、それ終わったらさ、この後ろに行ってみよう、この後ろから前に出る、前に出る時の動きをまた、スタマスで、ほい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 、見えなくてね、まず見えなくて、何でやってないんだよ、慌てるな、慌てる、リズムは前だったんですよ、リズムは前だったんですよ、長ばっかりしたから出てくる、出てくる、これを早く、ほっ、ドライドライドライ足が上がってない、うん、そう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 、それでいいです、それでいい、あんまり下見ないぞ、あんまり下見ないぞ、え、多少踏んでもいいんだ、足をそんな遠いの、あ、当てる当てる、実はこれはあんまり簡単じゃないです、みんなさあ構えろって言ったらだって構えない、じゃあ俺と1対1になってディフェンスね、ボール持ってるから、ね、だって構えない、フッってなるよね、フッ
この半身がまずいいんだよね。まっすぐ構えるとものすごくバランス取りづらい。重心の位置がこんだけしか動かないんですよ。ここしか安定しないんですよ。これ以上下がるとこうなって、もうこれ半身になってるとすごく幅が広い、バランス崩しにくい。ただし下がこうなってても上も一緒に半身になっちゃうと、さっきのステップそのようにしてもこういう状態なんですよ。あとはこっち行かれた時にこうやって構えたら、あ、いけない、そうなった時に大事な動きっていうのはこういう動きがベースに基本になってくる。下だけひねる、上はそのまま。そうすることによってターンのスピードを上げてくる、うん、上は残して下だけ。その場でちょっとこうやってひねってみよう。下だけ、うん、この動きがものすごい下だけ、そうそうそう、下だけ、下だけ、ああ、そう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 、それがベース、その動きがベース。最速したよ。で、その動きをベースにしてこうならないよ。こうなるとものすごく遅れるよ。そうすると今のステップの右からもすごくスピードが、これが一瞬上が一瞬流れちゃうとスピードが落ちる。この感覚を身につけるためにちょっとこれ使ってみましょう。例えばさ、まあ、相手をついてくなり、こう相手をついてくなり、自分でかわそうとしたときに早く使えたら、これもまた力んでしまう。例えばジグザグに早く動こうとしたときによくあるって言って、でも力みなく隙があるというエネルギーを、無駄なエネルギーを使わないし、結構変えるときだけ、あとは軽く踏みたいな。ここと、こう、うまく力が入るから、あの力跳ね返ってるんですね。そうなると、サッカー的にいい方向の変え方をすると、次は、次は、右に見るね。そう、そういう感じじゃないですか。え、うん、今、斜めのジグザグやったけど、例えば前後のパンなんかも。あ、分かる分かる、その跳ね返るときにうまく力が伝わるよね。ちょっと余計な力入れない。熱い必要じゃないけどね。そうこういうのもよく見ない。こういうのも構えて、なんとか戻るそうみたいな。これね、めっちゃしんどいし、こっから次に来るのどうしても、一番動きやすいところでパッと力が入るように、あの一瞬だけ使われるで、これを使ってジャンプするんだから別にただする必要ないから、まあ、全然体が接すると、このタイミングだけ全身を一つ固まる。足だけなんで、実際に動くときもできるだけ大きな、できるだけたくさんの筋肉を使いたいから、例えばさっきのジグザグなんかも足だけでやると、これに全身うまくやっていくと、だからジャンプなんだけど、一瞬で、ね、まあ、熱い鉄板の上に足をついて跳ね上がれる。それでやってみるでしょ。一瞬だけだ。あとはリラックスする。そのフィーリングを使うんです。ポン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 。全身。腕も使って。そこまで足ついてたら多分やけどするな。一瞬だけだろ。そう。高さいらない。ああ、足だけだ。腕も使って。
上に跳ねるそう、下に跳ねる一瞬だけ下に跳ねる下に跳ねる余計な力使うな下に跳ねるレイシの力入れるな一瞬だけで足が速いんですよ、ね、今前もできたら横方向も同じやつそう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 でそれをまだちょっと火傷しかけてもらう火傷しないように横も一緒横も一緒ここまで横まで切れないで今の横でジャンプしてる感覚が実際のターンするときにここに繋がってくるからそう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 それでえった横やれよその感覚が横にキャッと出てくるでそのフィーリングを大事にしてここで一回ジグザグにステップしてみます。楽に絶対いいかな。下見ない。下見ない。跳ね返るだけなんです。あれ？はいはい、いいよいいよ。合わせる合わせる合わせる。そうそうその感じその感じ。そう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 跳ね返ってるだけでいいんだよ。余計な力いらないんだよ。そう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 。いや、慌てるな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 。そうそうそう。はい、はい。いいんじゃない？いいんじゃない？今、外行ったらいいんじゃない？ガーンと力が入る。下見ないよ。サッカーの時下見ないよ。いいんじゃない？今度それ後ろ向きでできる。あの、ディフェンスする時と同じこの動きなんだけど。後ろ向きでトライしてみる。戻せば。スタミナ、スタミナ、できるだけスタミナ。まっすぐ入ってよ。そうそうそう。逆に鍛えたか。ああ、でもね、最初ではできなかった。ゆっくりやろう。また、リズムは一緒だからさ。ああ、危ない。元で入ってきたら、そうなんだね。はい、いいよ。こっち来て、こっち来て。今、後ろになるとこうなるんだ。で、さっきさ、前は大丈夫。大丈夫なんだけど後ろでさ、部下の試合中のこういう動きってすごく多いからさっきこの構えからこっち行ってそのままだと、これも一緒なんだこれをつけて、相手はこっち行くこっち行くこっち行くこういう使い方をするだけで全然こっちの方が早いベースはこれなんだこの状況から、こう引いてくる。こういう使い方が、そうすると、行きたい方向に力入んのよ。わかるかな？こっち来たから、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 こっち来たから。実際試合なんかこうですこっち相手が持ってる感じとしてはそうなんだからこれ右の上ベースはこれよベースはこの動きだってみんなそれやってる時さこっち向いてるんだこっち向いてるんだひねったらもうこっちになってるこれを動きに変えるだけこれだけそうそうそうわかるかな。もうこれからできてる。できてる。こっち行きたいときに足をこっち、こっち行きたいときにこっちに足をつく。で実際に大きいになったらこれが間にステップが入るだけ。これだけだ。ちょっとやってみると、そのままそのままです。ベースの動き忘れるな。ちょっとやってみよう。相手がやると思ってついてる。こうついてる。わかんなくなったらこのからこっちに返してこう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 してその場でそう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 そ
そうだ、そういうこと、そういうことだ。で、今ちょっと下に慣れすぎてるから一番動きやすいところに構える。そう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 。で、これに対してこっち行く。そう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 、その使い方。そうそうそう、そういうこと。分かるか、違いが。スピードの違いが分かるか。おう、そう、お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 う。足が揃うとそうなんだ、反脈。ええ シューター、いいディフェンダーになりそうだ。よく、鼻高だって。で、いや、こっち来てよ、こっち来てよ。で、今の足の運びのスピードを上げるためにこのパッドをこう動かしたりとか、またバリエーションとしてはこういうのを引っ張って使う。ここでもう一つのスピードを上げるポイント、ここを最後に捕まるとか、あのリラックスする、顔を上げる。例えば、同じ体でも足のつきどころでスピードが変わる。例えば、今もさ、いろんな足の付き方してるけど、場所に、いろんな場所が付いてしまう。例えば、こっち来たいと。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 どの幅が一番速くできるで、この場でね、この場で、こうやってこうずっと跳ね、ポンポン跳ねながら、一番強い跳ね返ってくる。力を跳ね返ってくる。こうなる。こうやって倒します。その場で狭いところからだんだん広げていって、どこに向かう下がグッと入るの。結構大体肩幅よりもちょっと外側にあるけど、それはもう何センチとかでそういう話してない。自分で分かれば、自分でそこが分かれば、そこにつけば一番早く動ける。実は早く動けるのに、よくあるのは、こっち急いで行きたいって、こういうところにあるんですよ。あるよ、それでこのまま滑るんだ。これはグランドコートがあるんだけども、例えば人工芝、芝、濡れた芝、ぬかるんだ、スロープ、それぞれで、どこに足を切るかどうか変わってくる。本来はウォーミングアップするんですよ。確かに。この状態で狭いところから、だんだん強くなってきて、弱くなってくる。だんだん強くなってくる。鼻から弱る。だんだん弱くなってくる。だったらここに足する。どこ行くにも、この幅で、さっきの、これも、この幅で動ければ、どんどん進む。一番速く。俺ここって、俺ここって、その、俺のここを見つけろ。そう、俺のここ。俺はここ。だっただその場所あるの、その場所で跳ね返っていけば一番速く、その俺のここだよ、俺のここよりも狭くても広くても、ちょっと一回前にやったりするやつですか。俺の一番速く動ける足の幅で跳ね返るだけなの。跳ね返るだけ。そうそれぐらいだよ、これぐらいだよ。狭すぎて広すぎて、そう、跳ね返るだけよ。俺のここで行け。そう。慌てるの、慌てる。パン、跳ね返れたら、無駄な力使うの。息荒れないよ。おー、そう。俺のここ、そこでしっかりしてる。俺は跳ね返りは大事だ。おー、いい、見たことないよ。もうちょっとそっちなんですよ。もうちょっと広げたら。前やったら後ろもやってみ。前、後ろ、前、後ろ、ちょっと自分で何回かトライして。おー、いい感じ、いい感じ。おう前やったり後ろやったり、ちょっと自分でトライしてみ。後ろの手もくれちゃった。後ろやるときちょっとゆっくりやってみる。そうだ、それだ。これだ。
行く方の足を先に入れる。右、左、右、左。あと跳ね返るとボーン。おいいね。あと気持ち変わげようか。スタミナ。スタミナいいね。そのマスは動かないからね。これが動くんだったら見なきゃいけないけど、動かないから自分の感覚で見る。そうだ。おーひねれてる。いい感じ。これです。これはためになるぞ。ためにならないように膝に抜けないです。おはい。そう。そういうこと。そういうこと。そうです。おう。おう。いいよ。前やったら後ろやったらいいよ。おう。いいね。いいね。おう。いいよ。いいフィリングよ。跳ね返るか。そう。おい。そうだ。おう。跳ね返る。跳ね返る。俺も気持ち。後ろもいいじゃん、いいじゃん。はい、跳ね返る。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 あんま狭くないな。俺のここだぞ。一番力入る。そう。そのビリンが、そうだ。おい。打ちて、打ちて。より好きで上がる。より俺のことが分かって、そうですね。他の人はやってても必ず得意し、今が一番早いです。で、最後に、ここを心地よく、一歩ずつ、スッと踏んで、リラックスして、リラックス。今度は、さっきは二歩ずつやってると、一歩ずつリラックスした状態で。で、ここ方向から。ちょっと一歩ずつ、この辺まで走る。ラスト。できるなよ。動き小さくなるなよ。トーチ、こう上げろよ。いいよ、一歩ずつ、シューッ。大きい動きのまま、ここまで。少しだけです。そう。リラックスしろ。小さくなるな。実際の走りと同じ大きさだぞ。もっと大きくていいぞ。小さくなるな。ああ一歩ずつ、スタミナ何かが入るの大きいままなの。そう。ああ、いいよ。そう。もう、こんだけ。そういうことで、マスに引っかかんないように、さーっと自分の足を真ん中に入れて、OK、それやった後にさっきのやってみようか。前から後ろ、後ろから前のターン。それのスピードちょっと上げてみよう。また2マス。やってみよう。切れてるぞ、これ。合ってるの。今ちょっと体がね、流れるから、この動きのままステップを踏み替えるから、ちょっと口が流れる。
おお、いいね、いいね、いいね。キレがある。そうそうそう。おお。もうこんこんだけ。こっからね。あれなのでいい。そういうこと、そうそうそう。いいね、いいね。で、マスに引っかかんないように、さーっと自分の足を真ん中に入れて。体は正面に。そうそうそう。トップに、トップに。オッケー、それやった後にさっきのやってみようか。前から後ろ、後ろから前のターン。これのスピードちょっと上げてみよう。また下まで。やってみよう、やってみよう。あ、切れ、切れてるぞ、これ。あ、ホップ。あ、当てるの、当てる。ホップ、ホップ、ホップ。今ちょっと体がね、流れるから、この動きのままで多く見せるから、ちょっと口が流れる。おー、いいね、いいね、いいね。キレがある。このままで、このままで、このままで、セルフが入る。動きが変わっちゃダメだよ。おお、そう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 。はい、ラスト1回、ラスト1回。そうそうそう、大きくだぞ。ほっほっ、そうだ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 。大きく。変に慌てるな、変に慌てるな。助走つけるの、ちょっと難しい。そう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 、実際の技に近づくこれね、助走つけるの難しいから。そうそうそう、大きく、大きく。そうだそうだ。手前からで助走。はい、オッケーオッケー。一回、みんな譲れよ。譲れとこよ。ああ、疲れた。カメラの前通る。あ、なかった。無理やりそっちに戻した。ペンさん、もう終わりですか？